そうねじりでハムスト伸ばすで右ケツついていく、そう揺する感じね。そう柔らかくなったな、でもその動きな皆無やったもんね最初左足を折ってお姉さん座るみたいにして、で体幹傾けてこっちこうこうやって、そう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 動きで、そうこう腰の顔をやってで、そっから同じ角度右に乗せて、そしたらこっちに出て、最初手使っていいからそのまま立って届いて立つ、そう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 、どっちかに偏らずに立った状態にして、はい、でまた今度足つま先かかと浮いていいから元の姿勢に膝ついて手ついていいですよ、で元の姿勢まで戻る、今度手使わずにバランスをうまく取りながら順番に上がる、おーそう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 、偏りない状態で立って下からちゃんと折り畳んで膝ついて、早いな、あー難しいよ、マグバランスの状態で、そう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 、届ける方向になって手ついて最初感覚掴んでもう感じやなと、で、終わり座るときも手ついていく、そうすると、まあ、重心コントロールにもなるし、はい、変な方向に膝ねじれそうになるときに、はい、上が反応できるようになるね、だんだん、そうそうそう、一番下がちゃんとつながる角度を自分で覚えていく、はい、怪しいぞ、どっかに偏りを作らないね、はい、ずっと重心真ん中のまま、どっちにも寄らずにここにも無理がかかってない状態にする、ゆっくりだよ、ゆっくりできへんやろ、反動すぐ使うよ、まずはゆっくりできた上で反動ってやろ、そら無理やろはい、戻るのも練習ね、はい、そう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 、オッケー、どこでもどこにも滞らせない、はい、連動連動連動、はい、でこういう動きもあるんです、はい、でこれがこうです、胸を止めてこうやってやると股関節だけのストレッチなの。で、その波をだんだん、こう、胸が動くところまで増やしていくイメージをまずやって、で、ここまで行ったら、最初一回一回止まっていたら、こっから、この胸の動きで、こっから、引き上げる。反動で、一回ウィーンといて、ウィーンといて、ポンみたいな股関節のストレッチだな。あれ？肩っ。つくと思ってた。そうそう、つかんだ。でもずっと頑張ってストレッチして思わなくても動きながら、うん、ストレッチくればいいから。そう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 。もうまずはひたすらこれやってもいいぐらい。はい、で股関節だけやと硬くても全身うまいこと使って、うん、つくように持っていく。あ、そうそうそう。つけてる。つけてる。そう。そう大きく波作って、そう。これはいい感じだろ。で一回一番外で止まって、そこから溝落ちの動きで右足踏み出す。ゆっくり一回試しに。そう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 。全身足っていうよりもむしろ体幹使わなきゃいけない。はい。そう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 。慣れてきたら動きの中でだんだんやっていくね。そう。そう。リズム掴めたらキレが出てくるから。そう。リズム、タイミングやタイミング。今のよかった。
構えの力みもちょっと減らそうか、はい、で、もっと適当にいっていい、はい、腕外れんちゃうかぐらいまでバーンってふにゃっていき、そうそうそう、今の感じ、そう、その方が走るから、で、前後の重心度なしになるべきで、同じ動きの中で腰でパンチ打ってるか肩でパンチ打ってるかの意識も変えるようなす、うん、そう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 、そういうこと、この方が非常にあれ手動いていいな動いていい動いていいな、そう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 、腕を力まさずに他のところでだんだん加速していく、他を速く動かす、右を引きをもっと速くなる、左をもっと速くなっていく、もうそういうこと、 OK、 じゃあちっちゃく速くってイメージ、重心移動を無理、起こさない範囲で速くしスピード。下を速く、下を速く。そう。で、そのまま右で支えて、で、頭をくぐって、左手抜いて、そう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 。だから、左右手で支えながら、そう。で、くぐ、支える、支える、その角度で支える、そういうこと。で、しっかり支えたまま、もっと遠くまで遠くまで遠くまでくぐれ、頭くぐれ、そう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 、そういうこと、そうもうだいぶ疲れてるからどこで力入れたらいいかとかを探ってる感じになるね、そう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 、ギリギリまでできるだけふにゃーっといって、そう。で、ついて、そう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 。そう。こうやって、はい。そう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 。が、後ろからの方が分かりやすいかな。ほんまは後ろが一番分かりやすいわ。はい。うん。首がこうなったら。そう、首は、そう。立ったまんま。で、ケツが壁に寄らないようにだけ気をつけて、そう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 、力が下方向に入れちゃうから、はい、うん、高い位置で横の矢印作るイメージ、はい、うん、そうそう、で、めっちゃ強く壁を押せてる感じが、力逃げない感じ、はい、出てきたら合ってる、一回わざとケツを落としてみようか、それあれや、そう、わかる、はいはい、もうなってるやろじゃあ今度この、そう、この状態から一歩だけ、とにかく手をしっかり伸ばしていく、で戻る、ずっと基本的に片手、ここ戻ってる時は片手で、で出す、で戻す、出す、こういう動き OK、 ケツ鍛えるよ、めっちゃでかく見える、あとあと狭いから結構前後に移動するから、ね、まず動き1回くらい止まってもいいから、もうちょい斜めでやったら距離結構いくから、ね、前出していく、そうそうそう、で戻る、そうそうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと、右ケツめっちゃ使うと、なるべく深くガーッと下がるね、いい動きできるよ、ちょっと慣れてた、低いまま戻るときに高くなるように、そう、低いまま低いまま、そう、はい、息止めないよ、そう、低いまま、そう、はい、あと3回、はい、上がってきたぞ、低いまま、そう、はい、そう、
ウィークどうしたっけ、はい、逆ね、はい、わざと 手ついていいからで、まずつく、はい、で、こうやって、うん、動ける状態で着地する、はい、これをやってみます。まず手ついて、そこから下だけでバランス崩してぐるんと回る、手ついて、で、今そこのところで回るのが、あ、うん、ちょっとずつスピード上げる感じね。バランス崩して、そこまで。こうです。そう。完全にそこから走り出せるぐらいの、はい、これぐらいの位置まで戻ってきてみ。崩れたところからの。そういうこと、そういうこと、そういうこと。前に、前に行くの？そう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 。あ、前にありました。ちょっと家ぐらいの範囲だとちょっと危ないし、はい、下硬いから、うん、そう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 、そうバランス崩した時のそうやって戻ってくる動きってめっちゃ速くなるから、うん、キレ出てくる、わざと崩す、そういうことそういうこと、そう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 、いい動き出てるよ、横系はバッチリやな、はい、じゃあ今度はちょっと前スペース取りながら、はい、この状態からまずはバランス崩さなくていいから、はい、こうやって、うん、こういう感じで戻ったとこから前回り受けみたいな感じでちょっと前転してみる、手が手ついてで肘ついていく、そう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 で、そう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 、これは体をきれいに出すためにも大事だし、はい、突発的な動きの反応、動き結構あるから、はい、怪我のきっかけ、こういうのもあるやんか、そう突発的な体さばきをこう身につけていく、動き慣れてきたら、そうそうそう、そこにバランス崩す要素を入れていく、はい、うん、前要素をちょっと入れていきます、そう、なるべく早く、何もできない時間を最小限ですね、なるべく早くリロードする。最初ゆっくりね、動きの軌道を確認して、そう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 、何やってんねんシリーズ、そう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 、うん、体幹鍛えたやつのこういうのがいっちゃん早いと思うで、から綺麗にやるっていうより腹筋とかそういうの、そう、変な動きの中で反応できなあかんから、ナイス、手をついといて、手をずらしちゃう、はい、手を、あ、そう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 、うん、このパターンもあるからね、はい、手が変な方向に行った時に体がついてる、だんだん体重かけたとこからずらっと行くような動きだし、ね、最初横でいいかな、そう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 、地面ついてる系の怪我はそのまま行ってる時に当たって怪我する。そっ。まずはそっち系、斜めとか。そう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 。